はい、皆様いらっしゃいませ。こんばんは、スージロー館内ございます。それではコズミックファンタジー4突撃編。突撃編？突入編か。やっていきたいと思います。前回ですね、このユウくんの船、アルジャーノン号のメインエンジンを取り替えるかどうかの話で考えなさいと言われたので、考えました。変えません。そうそう、何も考える必要なんてあるものか。変えません。ベラステンさん、考える必要なんてありません。僕とアルジャーノンは一心同体、少々のパワーの判定くらい僕の腕でカバーしてみせますよ。お主にそのセリフは10年早いわい。親子じゃのう、さす最近ますますレイのやつに似てきよって。そう、コズミックファンタジー3の主人公レイくんがもうユウくんね、主人公ユウくんの父親だったんだよね。よし、任せておけ。このわしが腕によりをかけて最高の状態に仕上げてやるからな。ありがとう。ユウ、わざわざ呼び出してすまなかったな。あとはわしに任せておけ。ええ、楽しみに待っています。僕は父さんと母さんの残してくれたこのアルジャーノンと共にこの銀河の平和を守り抜いてみせる。制御システムが温かい光で僕を包み込んでくれているような気がする。よかったね、メインエンジン変えなくてよかったね、本当に。変えた方がよかったんかな、どっちがよかったんやろ。結局わからんな。ベラステンさんはもう行ってしまったようだ。お前はベラステンさんの最高傑作なんだ。まだまだやれるよな。最新映画なんだ、俺たちならやれるよ。停止しているはずなのにまるで答えるかのようなエンジンの低い唸り声が聞こえた気がする。いや、あると思うね、こういうのってね。ね、つくも神じゃないけどさ、こういうのってあると思う。プールに戻ろう。早くサヤのところに戻らないと大変だ。サヤちゃんぶち切れてそうやな。サヤちゃん、サヤシー、サヤはどこだろう。サヤシー、サヤシー、サヤシー、いないでござるね。サヤシー、サヤシー、どこ行っちゃったんだ。サヤシー、サヤシー、どこ行っちゃったんでござるか。あたりにサヤの姿だ。探す。もしかして怒って一人で帰っちゃったのかな。いや、ナンパされとったらどうするよ。他の誰かに誘われちゃったりしたって知りませんからね。思ったよりムキムキなやつやな。まさか本当に誰かに誘われて。ユウ、ここよ。サヤ、よくできた嫁だな、ほんまに。嫁はんようできてんな。そうだよね。じゃあ僕もすぐに着替えてくるから待ってて。え、多忙じゃのう、ゆうくん。はい、ゆうくん楽しんでる。あ、ライアさん、どうしたんですか。あら、だってさっきデートする約束したじゃない。何言ってんですか、そんな約束してませんよ。だからこのくらいの冗談で動揺してちゃダメだってさっき教えたばかりでしょ。あのね、で何の用なんです。まさかその冗談を言うためじゃないですよね。いやね、そんなに怒らなくてもいいじゃない。ドキラ長官がお呼びよ。じゃ急いで紹介して。
ってくださいよ。なんやなんてこれ。またさやしがぶち切れるよ。またさやしがプンプン丸になっちゃう。どうしてこう邪魔ばっかり入るんだろう。ね、ほらもう勝ち切れプンプン丸やん。あ、やばいぞ、やばいぞ。ちょっと待ってさや。電撃魔法が走った。その時、電撃魔法が走った。大丈夫、ゆうくん。ゆうくん、無事か？無事か？一応無事らしいな。超感知とは、厚50ミリの超光材による二重構造で、万一の時のシェルターとしての機能を兼ね備える。やっぱりこういうところってちょっと入りづらいんだよね。そうだよね。なんか怒られたりするんかなって思うもんね。職員室と一緒だよね。じゃあ入りましょうか。チーシ！長官室はあの奥の扉の向こう側だ。長官の用って何だろう？怒られてるのかな？グッズの半径の話かな？グッズの話か、アライアさん。処理室。あ、ゆうくん。長官は今、来客中だから、ちょっとそこで待っててくれ。なんだ、だったらこんなに急がせなくてもよかったんじゃないか？ね。待てって言うんだったら話そうぜ、アライアさん。あら、どうしたの、ゆうくん。なんだか髪の毛が逆立ってるみたいだけど。ちょっと感電しちゃったもんですから。まあ危ない。漏電かしら。すぐに修理しなくちゃ。それで感電した場所はどこなの？プールですね。プールで感電しましたよ。あら、そういえば今日はさやさんと一緒じゃなかったの？そのつまらない理由があなたのせいなんですけどね。誰のせいだと思ってるんだ、誰の。本当にね。あんたのせいだよ。ねえねえ、ゆうくんって時田長官の甥に当たるのもね。ということは、ゆうくんも年月が経てば長官みたいに渋い中年になるのかしら。渋い中年が好みか、ライアさんは。もうこれ以上ないんか。いや、こういうのがあるからなかなか進まないね。ごめんね。ライアさん調べようぜ。それはもうやめようって言って。すいません、ゆうくん。ゆうさん、すいません。これで感電したんでしたっけ？感電した理由の一つはこれでしたもんね。そうでしたね。すいませんでした。ちょっと欲に絡みました。あ、ダメよ。まだその辺の書類は整理してないから、触るとわからなくなっちゃうわ。あ、すいません。じゃあ触る。ダメじゃない。覗いたりしちゃう。仕方ないわね。これは見るからおとなしく待ってなさい。あー、ペロペロキャンディーもらった。やったぜ。今時まだ売ってるのか。売ってるよ。未だに売ってるぜ。令和の世でも売ってんのかな。またライデンさんに怒られてしまう。怒られたんやね。舐めとこっか、キャンディー。そうしてるとやっぱりまだまだ子供ね。言われると思ったんだよな。いや、楽しいな、これ、ちょっと。もういい？あ、まだ入っちゃダメよ。え、まだ？じゃあ、いつ？忙しそうに書類の整理をしている。いや、ライアさん、いつよ？いつ？もう少しまで、もう少しっていつよ？明日って今日さ、いつだよ？何してるんだよ。マメちゃん舐め切っちゃったよ、もう。マメちゃん舐め切っちゃった。プール行こうか、帰ろうか。帰ろうかな、ダメな。ダメな。もうペロペロキャンディーねえんだけど。ペロペロキャンディーねえよ。もういい？あ、もういいって。はい、書室です。はい、わかりました。お待ちどうさま。中へどうぞ。雨舐め切っちゃったよ。でもお客さんはまだ。いいのよ。マメちゃん舐め切っちまったぜ、俺。入りなさい。はい、失礼します。
ムービーかと思ったよ。ムービーじゃねえじゃん。館室内は応接用のソファーに、昼用のパールが無数に並べられていると。殺風景ではないんだね。はいはいはい。少し見学してからにしようやって。調べるか。調べる場合じゃないのか。壁には大型のモニターと、長君の若き日の思い出。父さんと母さん。そして、なぜかあのニャンと一緒に写した写真が飾ってある。そうだね。写真見よっか、ちょっと。一万円出るでしょ。ほら。うわ、懐かしい。コズミックファンタジー3でなー、このメンツで。お父さんと母さんが行方不明になってから、もう10年の月日が経とうとしている。でも僕は信じてるんだ。この銀河のどこかで、きっと二人とも生きている。いつの日か、また会えるって。ね、ちょっと切ないな。ちょっと切なくなっちゃったじゃん。班長、長官だ。長官、年配の男性なんだ。長官。へい、長官。CSC の創設者であり、最高責任者である時田大君。55歳独身、独身のおめえ。長官は僕の母さんだ。つまり僕にとってはお家に当たる。55歳なんだ。その昔、連邦宇宙軍のエースパイロットだったらしい。そう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 。連邦軍を退役した後、僕の母さんと一緒に銀河の星々を回っていた時に父さんと知り合ったんだ。これがコズミックファンタジー3のね、話だね。そして銀河の自由と平和を守るため、コズミックセキュリティカンパニーを結成した。それが CSC だね。コズミックセキュリティカンパニーだったよね。まだお客さんの話をしているみたいで、じゃあ立っとこうか。立っとこうか。じゃあ移動は？移動もダメか。じゃあもう話そうか。どうしたユウ、入りなさい。あ、はい。いいんですか？紹介しよう。こちらは惑星カザーリン。お願いします。姫を、サリア姫をお救いください。はあ。はあ。あの、急にそう言われても。ねえ、困っちゃうね。年配だが背が高く、見るからに誠実そうな人物だ。逆にこういうやつが悪人っていう話もあるって。ねえ、こういうやつが悪人の時もあるよ。ねえ。ユウ、こちらは惑星カザーリン王室のバトンです。チェス。惑星カザーリン王室のハロー。バトンですね。はい。もう忘れそう。取り乱しまして、大変失礼いたしました。ユウさんのご活躍は、常々耳にさせていただいております。お願いいたします。どうか、誘拐された姫君をお救いください。誘拐？ユウ、惑星カザーリンは知っているか？はい。確か昨年、トピアニスの大鉱脈が発見されて話題になった星ですよね。ピアニスはほんの小さな欠片からも大量のエネルギーを得ることのできる銀河の幻とまで呼ばれた鉱石です。そのおかげで貧しい田舎惑星であった我が国も銀河で一二を争うほどの資産国へと急成長を遂げることができました。その資産を狙った身代金目的の誘拐だけ。はあ、はじめは私どもそう考えたのですが。違うんですか？王女は6日前に死に、王宮の中から忽然と姿を消してしまったらしい。しかもハリバンの兵士をはじめ誰一人気づかれることなく。本人の意思でという可能性は？はあ、実はこれが姫の悲願。ん？王女の身を思うのならば、王子の戴冠式を中止せよ。こんな送ってくんねんな。戴冠式？はい。実は間もなく姫君の弟君ミラン王子の成人の儀と王位継承の戴冠式が行われる予定なのです。
3年前に亡くなった先代のカザーリン国王の遺言なのだそうだ。王子が15歳になり成人した後に王位を継承させるとのだ。犯人の目的は王子の即位の妨害だとすると、そのこと犯人像は絞られた。先代の国王が亡くなってから現在までの王位は誰が継がれているのですか。はあ、それがその誘拐されたサリア姫ご本人なんです。脅迫状ね。いまだにこんなんな、古典的やな、ほんまに古典的やだよ。もう SF のに急に古典的になったのにな。今時でもねえよ。おそらく証拠になるようなものは残してないだろうと考えれるね。バトンズさん、僕でできることでしたらお力になりますから、どうか元気を出してください。ありがとうございます。リュウさんにそう言っていただけるだけで気が休まります。働き者だね、ユウ君は。本当にその真剣な眼差しを見ればどれほど王子様のことを心配しているのかがよくわかる。こういったケースの犯人は今現在王位を持つ者か、または第二相続権を持つ者が怪しいのがセオリーだが、結構ミステリー小説読むんかな、ユウ君。今回は王位を持つ王女自身が誘拐され、第二相続権を持つ者もいないとなると、意外とさ、調子、あの、かまってちゃんが王子様自身が自らやって自ら出てたかもしれんやん。ないか。とにかく、バトンズ氏と共に、惑星カザーリンに向かって捜査に当たってくれ。了解。と、長官。アルジャーノン号は今、解体メンテナンス中で。今回の任務は、犯人に気づかれぬ、秘密裏のうちに進めなければならない。カザーリンへは一般の観光客になりすまして潜入した。あ、はい。ということは、今回サヤは、実はサヤには別の任務を頼む。はあ。ユウさん、これを。別々なん、サヤちゃんと。マジで。サリア姫のご近衛です。え、だってこれはサヤじゃないんですか。そんなの私には無理です。お願いいたします。姫が誘拐されたことは王宮内でもまだ一部の者しか知ってはおりません。しかしこの数日間、姫がお姿をお見せにならないのを不審に思い始めた者が騒ぎ出しておりまして、このことがもし国民に知れ渡るようにでもなれば。そんなこと言われたって、ユウ、なんとか言ってよ。サヤ、王女は必ず僕が救い出してみせる。それまでの間、身代わりを務めてあげてくれないか。そんな、ユウまでそんなこと言って。わかったわよ、わかりました。でも、うまくいかなくったって責任持ちませんからね。ステーションで降りていただき、一般のシャトル便でカザーリン入りしていただきます。わかりました。サヤさんはこのまま私と直接カザーリンに向かっていただき、秘密裏に王宮入りしていただきます。ユウと別々だなんて心細いわ。心配いりません。日に一度王宮のテラスで国民に手を振っていただくだけでよいのです。後のことは私どもでうまくやりますから。現地での連絡は、王宮の城下町の酒場でラスティという男を探してください。ラスティですか。私の息子です。息子もこのメダルと同じものを持っていますから、これでお互いを確認してください。わかりました。バトンさんからメダルを受け取った。じゃあ行くんだね。離れ離れ嫌だな。嫌だよ離れ離れ。ガンダムのストーリーじゃねえんだからさ、惑星カザーリンに着いたね。地球っぽさがあるね。
あ、でも全然ハイテクだね。すごい、タイムレンジャーに出てきそうな雰囲気やね。本日はカザーリン国際宇宙港をご利用いただきまして誠にありがとうございます。惑星カザーリン、一見平和そうに見えるが、なんだか嫌な予感がする。それはそうと、心配ないとは言ったものの、サヤ一人で本当に大丈夫かな。あ、もう動けるんかな？あ、アドベンチャーパートが、あ、また動けるって。装備とか見てみていい？何も持ってねえじゃん。おめえよ、何も持ってねえじゃねえか。いつものハンドガンはどうした？ステータス、アクトワンって何？急にスタンド能力持ってんねえけど、そうか。配列があるんだ。へえ。メッセージは普通でいいかな。移動は？まあ、普通でいいかな。うんうんうん。この辺は昔からあるやつですね。アルティスト、あー、3で出たやつとかもあるんですね。確か3で出てます。ストーリーのアクト1だって、すごい。ストーリーのってローマ字やね、そこだけ。何のアクト1なんてことだけど、ストーリーののアクト。デメダルだけど、分かった、行こうか。うわ、どうしよう。楽しみすぎる。こちらは館内のカウンターです。館内だったわ。館内って言っちゃった。ダッシュは、あ、でもダッシュねえんだ。あー、ダッシュがないんだ。だから移動速度変えれるんだ。あんた聞いておくれよ。この年になって初めて宇宙船注文を見ただよ。へぇー。へぇーって。うなたまげだね、驚いたね。鉄の塊が飛ぶわ、動く船が、箱があるわ。孫にいい土産話ができたよ。いや、孫さん知ってると思うけどな。なおめえ。この飾り手は、環境保護のため基本的に飲み物の使用は法律で禁じられてるんだ。へぇ。どうするみんな走る。なんかエミューみたいなやつ乗れる。馬がおる。飾り初めてです。いいこと教えてあげるわ。もし呪いにかかったらアイテムでしか回復できないから気をつけないといけない。呪いって何ですか？急にいきなり何ですか？カザリのモンスターは呪いを使ってくるんですか？なんかいろんな情報が。ね、フロントのお兄さん。お兄さんダメか。お兄さん何の情報もくれねえ。ここでお父さん待ってるんだ、そうか。公衆電話だって、公衆電話があるんや。SF じゃねえな。で、こっちはカフェテリアね。もう外出たらいいんかな？進むかな、ストーリー。いや、アドベンチャーパートもあって、あ、立ち入り禁止だった。普通に、この、ね、RPG パートもあるってすごいね。いやいや、お兄ちゃん知らないんだ。あ、おられてる、クソガキに。おい、クソガキ。エレベーターボタン押さないと動かないんだよ。変なの、お前、クソガキも待てよ、クソ野郎。お父さんに言いつけてやるからな。お父さん、あのクソガキほんまにどこ行った？どっか行っちゃったじゃん。あのクソガキ。関川もや、まあ、関川は昔からあるからね。ワンの頃から大天敵でしたよ。めちゃめちゃ嫌いでしたよ。あの関川のせい何回取り直しになったかわからんぐらい取り直しましたからね。そう、ワンの時はね、ユウくんが関川したらもう罪やったけどね。大丈夫だったかい？ええ、大丈夫です。ごめんなさいね。急いでいたもんだから。そんなに急いでどうかしたんですか？いえね、観光ツアーでこの星まで来たんだけど、どうもツアーのみんなとはぐれてしまったらしくて、さっきから探しているんだけど、見つからなくてね。そうだったんですか。それはお困りですね。私はモンドール、惑星ダイムから銀河の幻トピアニスの採掘場を一目見ようと思ってやってきたのよ。あ、僕はトキだ。そう、トキだ、レイです。僕もモンドールさんと同じでこの惑星に観光できたんですよ。あら、まだ見たところお若いのにこんな観光スポットを選ぶなんて、なかなか渋い趣味だわね。え、あ、そうですか。
それにレイ君、どこかで会ったような気が。はてどこだったかしらね。そうですか。気のせいですよきっと。そうかしらね。年を取るとどうも物覚えが悪くなって困るわ。ところであなたお一人なの？ええ、僕はこれからカザーリンの城下町にいる友人を訪ねるところなんです。まあ、あなたも城下町へ。ちょうどよかったわ。は？いえね、ツアーの宿泊先がちょうど城下町なのよ。一人だと心細いし、あなた私を城下町まで連れて行ってくださらないかしら。え？さあ、そうと決まったら城下町へレッツゴーよ。え、ちょっと、モドロさん。あの、すげえ仲間になったぜ。善は急げって言うでしょ。戦えるんかな。出発。あ、ほら前を向いて。はい。ああ、もう勝手に動く。初めての仲間がおばさんってありえるんですか？ありえます。本当にトイレット入ったのが入ってねえじゃねえかよすごい、初めての仲間おばさんでした。てかお前、トゲダレイって名乗ったんか。なかなか渋い名前をつけるな。あ、体力回復できるってよかったね。で、冒険の記録もできる。記録しました。OK です。じゃあ、今回はこの辺で終わりましょうかね。じゃあ、次回から、この、なんて名前のおばさんやったっけ？ごめんね、カタカナが覚えれないけど、このおばさんと共に、旅に出ようと思います。それでは次回の動画でお会いしましょう。せい、バイバーイ。